薩摩藩第一次英国留学生は、慶応元年に日本を密出国し、英国へ渡った19人の薩摩藩士からなる、薩摩藩遣い英子説団のうち、学生として現地で学んだ15名のこと。五代ともあつ1863年の撮影戦争を機に、薩摩藩では海外に通じた人材養成の機運が高まった。 撮影戦争でイギリス軍の捕虜となった五代友厚は、翌1864年に、欧州への留学生派遣を強く押す、不国協閉策、五代、蔡助上申書を藩に提出し、薩摩藩用学校、改正書教授の石川角太郎も、大久保利道に、改正書の優秀な学生の派遣を上申した。改正書は、撮影戦争後の藩の近代化政策の一環として、 洋式軍政拡充の目的で1864年に創設された反立の洋学養成機関で語学のほか法術、標法などの軍事学や天文、数学などの自然科学を中心に教えていた。選抜された学生たちは五代院引卒者とともに、現時2年1月18日に鹿児島城下を出発、薩摩郡串木,木の港、橋間村の港から船の、 都合により2ヶ月ほどの待機を経た後3月22日、トーマス・グラバーの持ち船であるオースター・ライエン号で密航出国した。5月28日に、イギリス到着後、一行19名のうち、引率係のニーロ・ヒサシを治む、寺下宗乗り、五代友厚と、通訳の関健造、年少の長沢カナエを除いた14名が、3ヶ月の語学研修の後、 ロンドン大学のユニバーシティカレッジの法文学部、長考生として入学し、先に入学していた長州藩の留学生2名と共に学んだ。長沢は、アバディーンのグラバーの家に預けられ、地元の学校に通った。大学では、英国軍事学の基礎とも言える、歴史、科学、数学などを主に学び、約半数が、経済的理由により1年後の1866年夏に、 帰国した。この韓留学生と会った画家のジョージ・プライス・ボイスは、美術評論家のウィリアム・マイケル・ロセッティに当てた書簡で、彼らのことを育ちがよく聡明で、英語も少しわかると評している。残留した学生たちは、学業のほか欧州各地を訪問するなどした後、一部は、シャルルド・モンブランの紹介で、フランスに転学、森有則、サメ島直信・ナオ長沢・かなえ 吉田清成、畠山吉成、松村敦志蔵の6名は、英国会議員、ローレンス・オリファントの日本再生のために役立つという勧めに従い、オリファントが信奉する宗教家、トマス・レイク・ハリスが創立した宗教共同体、新生兄弟のコロニーに参加するため、1867年夏にアメリカに移った。オリファントは留学生たちのことを、 人に迷惑をかけることを嫌い、世間知らずで、真実で愛すべき、誠実な人たちと表し、留学生たちに、ハリスの教えこそ、外国から日本を守る、唯一の道と解いて勧誘した。教団コロニーでの自給自足の共同生活は、学士のきてきた留学生たちにとっても好都合であった。また、英国で一年を過ごした時点で留学生たちは、 キリスト教文明社会について会議的になっており、オリファンドラの影響もあってか、欧米諸国の抑止にのみ囚われて侵略行為を繰り返す弱肉強食的な体質を批判して学ぶべき点が少ないとし、表面的には公平な英国もその実は、義公憲法に支配された不義不法の国と国元に書き送っている。同教団には、モリラの勧めで、薩摩藩から、 新たな留学生たちも参加した。作藩海軍史にある名簿から、本名、年齢、出国時のかな、変名、及びその他は、以下の通り。海外渡航が禁じられていた時代であったため、家族に害が及ぶことを恐れて、別名を使った。ABCDEF、薩摩と西洋文明、ザビエル、そして洋学、留学生、第二賞近大西洋文明と鹿児島英国。 留学生とその文明館、ザビエル・トラン450周年、記念シンポジウム委員会と書出版南方新社、2000、薩摩と西洋文明、ザビエルそして、洋学、留学生、第二賞金大西洋文明と鹿児島鹿児島の、英学ザビエル・トラン450周年、記念シンポジウム委員会と書出版南方新社、2000ABC 森有りとキリスト教、林武寺、 東北大学教育学部研究年報第16週1968年、薩摩と西洋文明、ザビエルそして洋学、留学生、第2賞近代西洋文明と、鹿児島近代西洋文明への批判ザビエルトラン450周年、記念シンポジウム委員会図書出版南方新社2000。ありがとうございます。